上海で春節を過ごすのは何回目？今年で、3回目です。例年ですと日本に帰国することが多いですね。中国で過ごす春節は、3回目です。春節の飾りもとてもこう楽しい感じがして、私は中国の春節大好きです。今年の春節の過ごし方は？春節ならではの食材などが市場にたくさん並んでいるので、そちらをちょっと食べてみたいなと思っております。ホテルとかに遊びに泊まって1日2日過ごそうかなっていう考えたりもしたんですけれども、この間コロナが見つかったので、もう家にいる予定です、ずっと。はい、コロナウイルスは、ちょっと怖いなと思うので、子供もいるので、なのでやっぱり今年は上海にいようかなというふうに思うんですけれども、外で運動などして、ちょっと体を強くしたりして過ごそうかなというふうに考えています。新型コロナの影響で今年多くの日本人は帰国せず上海に留まっています。中国の企業と同様、多くの日系企業も上海に残る社員に楽しい春節を過ごしてもらおうと力を入れています。この日系企業では密閉、密集、密接のいわゆる3密を防ぐため、年に一度の忘年会も今年はオンラインで行うことにしました。こうした防疫対策は出勤制度にも及んでいます。2020年の2月から在宅勤務制度を導入させていただいておりますと。で、その結果このような形で出社率がだいたい 60% 程度を保つように心がけています。また全社員にマスクや消毒液などの防疫物資を配ったり、日本人社員には中国のデリバリーアプリの操作方法を教えたり、春節期間中の注意事項を伝えます。过年的时候的话，大家不出去吃饭，我们也可以通过网上订餐。然后这个界面里面有个叫做美食外卖。こういうコロナの時とかも、人が多いところに行きたくない時とかに便利だなと。僕は辛いのが好きなので、チョンチンシャオミエンとか、マラタンとか、なんですかね、麻婆豆腐とかを毎日頼もうかなと思ってます。中国だと絶対必要なアプリかなと思います。中国のいろんな地方の料理を試してみたいなと思ってます。那个阿维婷，就是四川烧鸟，上海人比较欢喜做熊鱼。例年は帰国する日本人も、上海で過ごすせっかくの春節、中国文化を学ぶ良い機会と捉えています。这个符是倒过来贴的，不是正贴的。符倒是这样的，不是。你符嘛倒了，符倒。今年は上海で滞在することになったので、普通をちょっと淘宝で、ちょっと購入しようかなって考えてて、家をもうちょっと明るめにちょっとデコレーションしようかなとは思ってますね。中国の伝統文化をより深く味わうため、上海にある多くの外国語教室でも春節の特別イベントを開いています。この教室では親子が餃子作りにチャレンジしています。中身はナズナとメガンツァイをそれぞれ肉と混ぜた2種類を用意しました。皮作りから包むのまで全てを体験します。子どもたちにとっては少し難しかったようです。皮作るのはやったことないと思う。難しかったです。だから中の具が出てっちゃったりするから。自分で作った餃子を同じ上海にいる友達と一緒に食べる。今日の餃子はいつもよりずっと美味しいそうです。中国の春節は、日本の正月よりももっと特別な感じがします。とても楽しいですね。今年はコロナの関係で、上海にいるんですけれども、春節の文化の餃子作りちょっとチャレンジしてみようかなって思います。最後に春節に欠かせない飾り、福の字と春聯を書きます。子どもたちは福の字や新年の願いを込めて丁寧に筆を動かします。
那今年呢，因为疫情的原因，很多日本的学员呢，他不能回国。那我们希望他们在学习语言以外，能够更好的体验一下我们中国的一个文化，让他们在中国也可以过一个非常开心、有意义的一个春节。新型コロナの影響で多くの外国人も上海にとどまることを決めた今年。母国にいる家族に会えないのは寂しいですが、中国の伝統文化を学び味わい、前向きに春節を過ごそうとしています。